はい、こんにちは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストの竹下敦史です。ズーム社提供、ズーム G14 55番のプリセットですね。はい、私が作りました。オーバードライブ3です。でこちらはですね、不次元性ストラトキャスターで兼ねてみたいと思いますが、その前にグーパー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 、そんなにね、普段の生活の中でこういう動きはしていないので、まずはね、手の予備運動をしましょう。そしておもむろにギターを手に取りましょう。ギターさんよろしくねっていう気持ちで。そして、最初にですね、スケール練習しましょう。はい、6弦からのスケール練習です。クソ真面目に弾きます。これ意外とね、使う、コード進行なので、ぜひ、クソ真面目に練習しましょう。ワン。後々いいことがあるので、ぜひ真面目に練習してください。そして次にね、私の愛するランディ・ローズ、ミスター・クローリーですね。ランディ・ローズはもともとクラシックのギタリストだったんですが、オジオズワンバンドのギタリストとして、オーディションを受けました。その時ね、ランディはオジーのホテルの部屋に入ってギターを手にしようとした。その時にオジーはこう言いました。僕が求めているのは君だとね。オジーはもうランディがどれぐらいの、素晴らしいギターを弾くのかね、直感で分かったんでしょうね。そのギタリストの佇まいというものがあります。そんなランディ・ローズが奏でたミスター・クローリーという曲でございます。とても素晴らしいリフなので、練習していくと後々いいことになると思います。プログレッシュバンド、イエスのロンリーハートです。これはね、リフにパーカッシブな要素、カラピックですねを入れたものです。非常に印象的なリフなので、これを真面目に練習しましょう。ワン、ツー、ワン。ちなみに前衛ナンバーワンです。そしてギターソロは弾きたくなると思うんですが、弾きましょう。はい、ファイナルカウントダウンという楽曲ございます。DTM で作った曲やね、あとアイドルさんのバック、
あとボーカロイドの、歌と歌の間なんかをつなぐときに非常に、使いやすい、ギターソロです。ファイナルカナのギターソロ、ぜひゆっくり丁寧に徐々に学んでいきましょう。すごく出しやすいんですが、まあ、人工ハーモニクスとかありまして、まあ、どの弦でも出すことが可能なんですがね、まあ、ブラッシングの場合もノリなんで、多少失敗しちゃっても OK です、はい、ただ強く弾きすぎないことですね。弦を切ったりしないように、丁寧に奏でてください。こちらにております。私は現在ね、横浜にございますシアミュージック横浜校で、エレキギターとあとコースギターをね、講師を担当させていただいております。ありがとうございます。まずはね、フリーダイヤルでお電話くださいませ。45分間の無料体験レッスン枠が用意されてございます。はい。こちらにフリーダイヤルいただければ、日時などね決めていただいて、私がですね4月もう半ばか、後半に向けて若干の空きがございますので、私をご指名していただいても結構です。無料体験レッスンですと現在は私が担当なのかな、ギターは、はい、なので私が10時半と登場します。上から目線でね、ああだこうだ言うような講師はシアミュージックに一人もございません。 いません、はい。どの講師をね選んでも、とてもスキルが高く、そして生徒の、要望に応えられる、ね、非常に優秀な講師が揃っております。ぜひ、シアミュージックで、ギターを学びましょう。それではギタリスト竹下達也でした。 See you next time.